今日はスノのリプレイスセクションの2025年最新の使い方を解説していくよ。リプレイスセクションは以前の動画で日本語特有のバグがあると解説したんだ。でも2025年1月上旬にバグが修正された。日本語も普通に認識するようになったよ。つまりバグの対応方法を延々と解説した。前回の動画は何の意味もなくなった。むしろ今となっては混乱を招くだけ。だから改訂版の動画を作ることにしたよ。前回の動画と内容が被る部分もあるけど、そこはまあ改訂版だから勘弁してね。それじゃリプレイスセクションを解説していくよ。この機能では曲の一部を再生成できる。特に歌声の修正に向いている機能だね。歌詞間違いや歌い方を手軽に修正できるよ。エディットを選択、リプレイスセクションを選択。これでリプレイスセクションの画面に移動する。範囲を指定すると右側の歌詞が赤くなって左側に歌詞が自動表示されるんだ。歌入りの曲でリプレイスセクションを使うときはまずはこの同期ができているかを確認してね。2024年10月下旬から2025年1月上旬に生成した曲は同期できていない可能性がある。動画の冒頭に紹介したバグが原因だよ。同期させるにはエディットソングディティールを使う。上のメニューでエディットソングディティールを開いて左の歌詞欄に正しい歌詞を入力しよう。全く同じ歌詞だと更新できないから、その場合は最後に改行を入れてごまかしてね。歌詞を更新すると同期も更新される。同期ができていないときはこの手順を使おう。それではリプレイスセクションを使うよ。まずは修正したい範囲を選択する。サンプル曲を用意したから、まずは修正前のサンプル曲を聴いてみてね。リプレイスセクションのバグついに治ったおめでとう、笑顔が戻るその瞬間、新しい世界へと進む。このサンプル曲の歌詞を修正してみよう。おめでとうをありがとうにしようか。左上の歌詞欄の該当箇所を修正する。おめでとうをありがとうに書き換えるよ。次のスタイル欄を修正する必要はないよ。この欄の使い方は後で解説するね。最後のメイクセームレングスボタン、このボタンはオン、右側にしておいてね。オフにした時の挙動も後で解説するよ。今はとりあえず単純に歌詞を直してみよう。最後にリクリエイトセクションボタンを押す。修正前と修正後の歌詞が表示されるよ。コンファームボタンを押すと曲が生成される。それじゃ修正後の曲を聴いてみようか。リプレイスセクションのバグついに治った、ありがとう、笑顔が戻るその時、新しい世界へと進む。歌詞は問題なく修正されていた。でも曲調や歌い方が変わっちゃったね。なぜこうなってしまったか、実はこれは選択範囲に問題があるんだ。リプレイスセクションの範囲の大小で元の曲をどの程度再現するかが決まるよ。選択範囲が狭いほど元の曲を再現する。選択範囲が広いほど元の曲をアレンジする。さっきはサビ全体を選択してしまった。だから歌声がかなり変わってしまったんだ。次は選択範囲を限界まで減らしてみよう。同期歌詞を見つつ範囲を狭めていくよ。リプレイスセクションの最小範囲は10秒。10秒未満だと生成できないから注意してね。10秒だと治った、おめでとう、笑顔が戻る。ここまで範囲を狭くできたよ。この範囲でリプレイスセクションを使ってどんな曲が生成されるか確認してみよう。ついに治った、ありがとう、笑顔が戻るその瞬。曲調や歌い方はあまり変えずに
歌詞だけを修正することができたね。修正に成功したらセレクトボタンを押す。これで曲を結合することができるよ。結合した曲を聴いてみて、つなぎ目に違和感がないか確認しよう。リプレスセクションのバグ、ついに治った。ありがとう。笑顔が戻るその瞬間。昔はつなぎ目が不自然になってしまうから、範囲を広めに選択するのが推奨されていた。でも今は10秒まで狭めた方がいいね。雰囲気を壊さず歌詞だけを修正できるよ。ただ歌い方を変えない10秒修正より広範囲修正の方が有効に使える場合もある。実は今回のサンプル曲の演歌って広範囲修正のリプレイスセクションで作ったんだ。選択範囲をサビ全体にして演歌っぽく歌うまで生成を繰り返したよ。曲調や歌い方を変えたいときは選択範囲を広くした方がいいってことだね。次はメイクセームレングスを解説するよ。さっき紹介した赤枠のボタンだね。このボタンをオンにしておくと修正前と修正後の曲の長さが同じになる。基本的に音楽のテンポは一定だからオンにした方が自然な修正になるよ。でもオフにした方がいい場面もある。例としてちょっと無茶な修正をしてみよう。サビの歌詞を2倍にしてみたよ。これの修正ができるか聞いてみよう。リプレスセクションのバグ、ついに治ったおめでとう。長い道のりを与えね、一緒に祝おうよ。どんな壁も乗り越えるよ、僕らの力信じてる。笑顔が戻るその瞬間、新しい世界。無茶な修正をした時にレングスがオンだと曲の長さを無理やり合わせようとする。結果的に歌声の速度が大きく変わったり強制的に打ち切りになったりするよ。こんな時はレングスをオフにすると長さを無視して自然に修正してくれる。次はレングスをオフにしてみて、どんな修正がされるか聞いてみよう。リプレスセクションのバグ、ついに治った、おめでとう。新しい世界へと進む。レングスをオフにすると曲の長さを無視して大規模な変更でも自然な修正になるよ。でも現在のレングスオフは微妙な性能なんだ。修正部分が終わっても曲が続くことが多い。現在はレングスオフは使いにくいけど、オンでうまくいかないときはオフにしてみよう。最後にスタイル欄を解説するよ。これは普通の生成時にも使ってるよね。ここのスタイル欄を書き換えると、書き換え内容に応じて曲調が変化する。選択範囲が広いほど曲調が変化しやすくなる。リプレイスセクションの原則の通りだよ。最大に伸ばせる30秒まで範囲を広げて、スタイルの書き換えを試してみようか。演歌を消して可愛いを6連打。これでどんな変化を起こすか聞いてみよう。リプレイスセクションのバグ、聞いての通り全く効果はなかった。こうなった理由は単純だよ。30秒って選択範囲が狭すぎたんだ。もっと範囲を広くしないと効果は出ない。幸い選択範囲はもっと広げられる。上の枠のドラッグでは30秒で止まるけど、秒数を手入力すれば制限はなくなるよ。曲全部を再生成する無茶までできる。これで範囲を曲の9割以上にしてから
スタイルを書き換えると効果は出るよ。10秒から2分10秒の2分間を範囲にして、可愛い6連打をもう一度試してみよう。リプレースセクションのバグ、曲の大半を選択範囲にすることでスタイル書き換えは効果を発揮するんだ。特に歌声部分を全て選択するとボーカルの男女変更ができるのは便利だね。実は今回のサンプル曲の男性演歌も女性演歌をこの手法で男性に切り替えたよ。曲調はいいけど歌を全面的に直したい、そんな時はこの方法を使うといいかな。ということでリプレースセクションの操作方法を一通り解説してみたよ。細かいテクニックは解説しなかったけど、それでもかなり長くなっちゃったね。最後に一つだけ注意しておくよ。曲全体を再生成するのはおすすめしない。曲全体を選択範囲にできると紹介したけど、これで生成した曲はバグっぽい挙動をするよ。曲の最初か最後をわずかに範囲外にすれば基本的には正常に動作すると思う。大規模なリプレースセクションを行うときは範囲外を少しは残すように注意しよう。それじゃ、またね。